皆さんどうも、今回は J1 開幕節サンフレッチェ広島対コンサドーレ札幌、この試合を受けて新生サンフレッチェ広島について考えていけますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。今季サンフレッチェ広島は、いろんなところで優勝候補として挙げられているんですけど、昨シーズンから積み上げてきたものとオフシーズンで新しく作ってきたものっていうのがかなり見える試合だったんじゃないかなと僕は思いました。昨シーズンから継続しているものっていうのは確実にハイプレスのところだとは思うんですけど、そこのハイプレスを使うところ、使う場所のエネルギーの選び方っていうのは昨シーズンと違ってとても繊細になったなと思いましたし、攻撃とネガティブトランジションの考え方が少し変わったんじゃないかなと思いました。で、それを今から話していこうと思うんですけど、まずはハイプレスのところから話していこうと思います。まだ開幕戦しか見れてないんでわからんですけど、この試合は確実にこの水田選手の二度追いを基本守備の戦術、ハイプレスの戦術にスキップさんは組み込んでいたのかなと僕は思いました。まあ、マコの二度追いプレスっていうのは、サンフレのもう名物になっていると思いますし、この試合の62分40秒からマコのプレスからボールを奪って東選手が抜けてナシムが外してしまうシーンなんですけど、あそこなんかも一人で文字通りマコがボールを奪ってショートカウンターに出ているんで、まあこれもそうですし、なんでこのマコの二度追いプレスが、基本守備戦術に、組み込まれているかっていうと、後半最後の方にマコがウィングバックになるんですけど、やっぱりそうするとプレッシングの位置が少し低くなってしまっていたっていうのも、マコの二度追いプレスが守備戦術に組み込まれている裏付けになるんじゃないかなと僕は思いました。まあコンサドーレ札幌、ミシャのコンサドーレ札幌がとても変形して、ポジション移動させながらボールを動かすんで、まあ、それによって、まあ、この二度追いが必要になった説もありますけど、まあ、この試合だけを見て判断するには少し安直すぎますが、そのこの試合を見る限りはマコが二度追いのプレスをしていくことでしっかりと守備を完結させていたかなと思いました。じゃあ少しだけそのハイプレスのところを話していこうと思うんですけど、基本的にコンサドーレ札幌は宮澤選手がここに降りてくることで福森選手と田中選手を広げることが多くなっていました。で、岡村選手側に割とベンカリファ選手が寄ってくるので、この水田選手が、宮澤選手と福森選手、ここの2枚を意識することが多くなっていて、で、この菅選手には中野選手、で、浅野選手には東選手っていう形、で、田中選手には河村選手がついていくっていう風な形を、サンフレッチェ広島は考えていました。前半のほんの立ち上がりは、ベンガリファ選手が宮澤選手の方で、こういう形でプレッシングを行っていたんですけど、そうすると田中選手が空いてくるんで、まあ、菅野選手だったり、岡村選手から、こういう風に上のパスで田中選手に逃げられてしまって、ポイントを作られていたんで、河村選手がだんだんと下がってくることが多くなってきてから、三田選手のこの二度追いプレス、サンフレの名物に本当になると思うんですけど、二度追いプレスがかなり多くなっていたかなと思います。で、この浅野選手が幅を作るんで、金子選手が割と解放されていて、まあこういう風に佐々木選手の管理外に出てポイントを作ることがあったんですけど、まあここは松本選手だったり野津田選手がしっかりと荒野選手と金子選手を捕まえていくことで、プレッシングを完結させていたかなと、ハイプレスを完結させていたかなと思います。まあだから菅野選手だったりからこういう長いボールを蹴った時に、この両ウィングバック中野選手も東選手も背丈があって、で、跳ね返すことができるんで、ここで跳ね返すこと、サイドで跳ね返すこと、もしくは、スローインにさせることでボールを回収していくよっていう風な、ハイプレスの、捨て球を蹴らせるハイプレスの方法を、落とし込んでいますし、もちろんここの中央でボールを回収することで、そのままショートカウンター前向きに出ていくよっていう風な形も、作り出すことができていて、まあ、ハイプレスのところはかなり昨シーズンから積み上げてきているものなので、より連動が増したかなと思う開幕戦でした。はい。まあだから、このミシャのコンサドーレ札幌に保持をさせない、下のボールを繋がせないっていうのは本当に自信のつくものだと思いますし、まあ何本かやっぱりハイプレスを仕掛けていく中で、
この金子選手だったり青木選手、このセカンドトップのところでワンタッチ入ってこういう背後のボールを使われてピンチになることは1本か2本ぐらいありましたけど、まあ、その前に荒木選手対キム・ゴンヒ選手のここで潰しきることができていますし、まあ、ここの3センターバックは今季も鉄板で硬いなと思わせる一戦でした。はい、でこれがハイプレスなんですけど、ハイプレスは、昨シーズンと何ら変わらず強度高くで、まあ、そのさっき言ったエネルギーを使う場所を選びながらハイプレスを仕掛けているんで、試合全体で疲弊せずに継続してハイプレスを行うことができていたんじゃないかなと思いました。まあ、でもやっぱり何回も言いますけど、水田選手のこの二度追いプレスが割と守備戦術に組み込まれているのかなと思ったので、まあ、ここの水田選手がセカンドトップからウィングバックに降りた時にどうなるのか、まあ、もしくは水田選手が離脱した時、交代でいなくなった時に、まあ、どのような形になるのかっていうのはもう少しシーズン進むにつれて、答え合わせをしていきたいなと僕は思います。はい、ではサンフレッチェ広島が変わったところ、サンフレッチェ広島はこんなことを行いたいんだろうなっていうのを話していこうと思います。それがウィングバックの位置がかなり変わったことと、両ウィングバックの縦突破の少なさが三田選手と河村選手をこの試合は解放しとったと思いますし、これはオフシーズンで多分作ってきたことだと思います。でもう一つがボールサイド2レーンの崩しがかなり多くなっていて、まあ、特に前半は例えば左サイドにボールがあった時に、三田選手が寄ってきて崩していくよっていう風な形も作り出していました。でこうすると何がいいかってなると、昨シーズンやっぱりハイプレスだったりネガティブトランジションの、まあ、ゲーゲンプレッシングを仕掛けた時に、この野津田選手だったり松本選手、まあ、センターハーフの選手がさらされることっていうのがかなりあったんですけど、まあ、そこのこのさらされるところ、さらされたところをうまく消すためにこのような形、ボールサイド2レーンの崩しが多くなっているんじゃないかなと思います。その詳細について話していこうと思うんですけど、特に前半なんかはこれが多くて、例えば東選手はここでボールを持った時に、まあ、対面の浅野選手を引っ張り出すことができるんですけど、まあ、そうなると河村選手がここに走ることは、昨シーズンから行ってきたこと、まあ、ここのサイドを取っていくことっていうのは昨シーズンから行ってきたことだと思います。でこのセンターバックを動かした先でじゃあ何が起こるかっていうと、このベンカリファー選手がしっかりと河村選手の平行を作って、東選手のこの縦の差し込みを作ること、ここも昨シーズンから行ってきたことだと思います。で何が変わったかっていうと、三田選手がこっちまで寄ってくることが多くなっていました。河村選手が抜ける、ベンカリファー選手が平行と縦を作る、三田選手がさらにその平行を作るっていう形を作り出す、まあ、この形は昨シーズンあまり見られなかった形だったんじゃないかなと思います。昨シーズンはもっと外側、ここの中央のところにセカンドトップが入ってくることが多かったんですけど、より近くでプレーをすることっていうのは昨シーズンと少し変わったところかなと思いました。でさらになんですけど、松本選手と野津田選手もここのベンカリファー選手とのこの縦のリンクで、野津田選手は三田選手との縦のリンクを作り出すことで、まあ、ここの 3-3 をしっかりと作り出す、この 3-3 を作り出すことでボールを動かしていくこと、その中で東選手がここにいることによってボールを奪われた後のネガティブトランジションのところで横移動だけでよくて、ここまで出ていってしまうとこの縦の戻しが必要になってくるので、よりエネルギーを使わないといけないんですけど、ここに残ることでこの横移動だけでネガティブトランジション、もしくはいい状態で前に出ていけるような形を作り出しているんじゃないかなと思います。で松本選手がこの試合は3列目に入っていたんですけど、まあ、河村選手も途中から3列目に入っていたんですが、彼らがこういう風な飛び出し、彼らのこういう風な飛び出しがあると、まあ、こういう形で人を回しながらちゃんと 3-3 の形を維持していたんで、まあ、ここも洗練されていくんじゃないかなと思いましたし、確実にオフシーズンで作ってきた、落とし込んできたことなんじゃないかなと思います。まあ、だからこういう風に河村選手はここへ抜ければ初めてこういう風に三田選手だったりが入っていきますし、逆のウィングバックがクロスに合わせる
役割を担っていましたし、まあここもこの崩しからクロスっていうのも、昨シーズンから積み上げてきたものですけど、ここのクロスへの入り方、崩しへの入り方っていうのが少し昨シーズンと変わったところかなと思います。はい。でセンターハーフがさらされること、まあ、ここをうまく消すためにこの試合入った中野選手がとてもとても素晴らしいものになっていたんじゃないかなと思いました。この中野選手のパフォーマンスは本当にすごかったなと思いますし、彼のタスクっていうのは内絞りでセンターハーフを助けることで、スライドした先のセンターバックの振る舞い、またそれっていうのはこういう風にスライドしていくんですけど、まあ、ここのセンターバックの振る舞いだったり、で本来のウィングバックの振る舞いだったり、で攻撃はマコのヘルプと平行のパスで気を見てたまに縦突破をしていくんですけど、まあ中野選手はかなりめちゃくちゃ複雑なタスクをほぼ完璧にこなしていたんじゃないかなと思いました。スタジアムで見ていてもなんかもう 4,5 年目ぐらいのフィット感でしたし、まあ、彼がいることによってこれができるんじゃないかなと、この攻撃とネガティブトランジション、まあ、ゲーゲンプレッシングの作り方っていうのができるんじゃないかなと思いました。でこの中野選手がいることによって、まあ、逆も東選手がいることによってここの内側に絞ってプレーすることができるんで、さっき言ったこの野津田選手と松本選手が中央でさらされることっていうのがかなり少なくなったんじゃないかなと思います。ウィングバックを起点にすることで3列目の飛び出しと、セカンドトップの飛び出し、で、センタートップが流れてポイントを作ることができるようになっていて、で、奪われたとしても、横移動と留まっていることで、ネガトラを行える感じになっているんじゃないかなと思います。で、ボールサイドにやっぱり寄る分、ここの内側に逆ウィングバックが、入ってくること。まあ、これは状況を加味した上でのポジショニングが重要になるんですけど、ここの判断が中野選手めちゃめちゃ良くて、まあ、ここに入ってくることで、まあ、ここで、崩しを行えなかった時、ここの崩しっていうのは割と縦方向に速い崩しになるんですけど、ここの崩しを行えなかった時に、こういう風に攻撃をリセットする、攻撃をもう一度組み立て直す時に中野選手が、広がるんですけど、ここの広がった先でボールを受けた時に、ここの三田選手と野田選手、松本選手、ベンカリファー選手の移動が必要になるんですけど、まあ、ここの、ボールを受けた時に、地高に移る、これが合図になっているんじゃないかなと思いました。さっき言った、ここの内側に入ってくることで、野田選手が中央でさらされることを防ぎながら、ネガトラの担保を行うんですけど、攻撃に移るときは、少し開くことで、ここまで開くんじゃなくて、ここにいることで、塩谷選手とのリンクを作りながら、二人で、チコのスイッチを作り出すことができていました。まあ、ここの二枚でしっかりと時間を作れることで、この三田選手とベンカリファ選手が横移動でしっかり、チコの作りを整えることができていましたし、これは19分50秒とか見てもらったらとてもわかりやすいと思いますし、ここの3枚の横の作りとかは、まあ、13分39秒とかか、4分40とか、3分2秒とかを見てもらえれば、ウィングバックの立ち位置が本当に低くなっていて、で、セカンドトップが背後に抜け出していくよっていう決まり事がとても見える、一戦だったんですけど、まあ、ここのウィングバックの、内絞りによって、ネガトラで出ていかれること、センターハーフがさらされることを防いでいますし、これは昨シーズンの最後の方に野上選手だったり茶島選手が行っていたことだったと思うんですけど、それをスギッペ監督はしっかりと落とし込んできているんじゃないかなと思いました。本当にもうハイプレスとネガトラの局面で、センターハーフががっつり中央でさらされる回数が極端に減っているんで、これは本当にいい傾向にあるんじゃないかなと思いました。一つやっぱりここは弱点だったと思いますし、その弱点をしっかりと潰しに来たスキッペ監督はもうさすがだなと思います。で、これはもう確実に選手に対して、まあ、柔軟に対応していこう、自在に対応していこうっていうのが浸透していると思いますし、状況を見て個人で自分たちで判断できるようなトレーニングを行っていることで、判断力と適応力が正確になって上がっているんじゃないかなと思いました。はい。まあ本当に見ていて面白かったですし、実際にコンサドーレ札幌に対して決定機は
めちゃめちゃ危ない決定機は1本あったんですけど、その1本だけっていう感じでしたし、まあね、多分あれは個人的には入っていたのかなと思いますけど、まあもうそれをどうこう言っても結果は多分覆らないんで、まあ、実質勝ちみたいなもんでしたけど、まああんだけあったコーナーキックだったりフリーキックを決めきれなかったっていうのもこちら側に非はあるとは思いますし、まあそこも一つ伸びしろのところだと思いますし、セットプレーのところをでしっかりと決めきるっていうのも、まあ、それでも試合内容を見たときに、まあ、少し僕は開幕する前不安だったんですけど、その不安を取り払ってくれるようなめちゃめちゃいいパフォーマンスだったんで、本当にスキッペさんが今年きっとテーマにしている柔軟に自在にっていうのが見れた一戦だったんじゃないかなと思いました。雨の中の試合でしたが、あっという間でしたし、見ていて本当に楽しかったですし、毎週毎週毎週週末にサンフレッチェ広島のこんな楽しい試合が見れるとなると、僕は本当もうワクワクしますし、ぜひ皆さんサンフレッチェ広島を一緒に応援していきましょう。はい、サンフレサポじゃない方もぜひサンフレッチェ広島の試合本当に面白いんで見てみてください。はい、本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。